声優に行ってらっきょうを買ってきた。一袋900円ぐらいしてたやつが798円と安売りになっていった。今日もう一回声優に行ったら、今日はさらに638円になっていた。最初から今日2つ買えばよかったではないかという話はあるが、それはさておき、これで2キロ分のらっきょうがありますので、これを塩漬けにしていきたいと思います。らっきょうは目のところと根っこのところをざっくりと切っていきます。ザクザク、少し多めにこう切ります。これかな。んで、切ります、切りますって感じで切っていきます。よし、水洗い、水洗いすると皮が取れます。剥いてきれいに洗ったらっきょうは保存容器に詰めて、水 1.5 リッターに対して塩を 150g ぐらい入れて溶かして、その塩水を中に入れて、でつけておきます。よいしょ。密封はしない方がいいのかな。こういうふうに開けとこうかな。おっとっと、鷹の爪も投入しておかなきゃね。これで辛さが出ますね。中の種を抜いたやつね。種を抜いたやつを入れておきます。はい、これでいいです。OK、はい、OK。 つけ始めて2週間経ったらっきょうです。こんな感じでなんか液が濁ってきてますね。発酵が進んでるんでしょうか。ちょっと味見を。うわ、おお、こんな感じですね。ちょっと味見だな、これな。ちょっと味見してみよう。これだよ、これ。うわ、すげえ匂いだな。うん、うん、うまっ。